とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は新しいモッド入れてみました。何のモッドかっていうと、ストライダーちゃんですね。俺も意味がわかんないんだけども、モッドの名前が、ストライダーちゃんだったのよね。はい。キノコの横のアーティファクト見てください。見たことないでしょ。なんだろうね、これ。なんか釣り竿みたいな、なんか剣と盾みたいな、そういうモッドになってます。使ってみましょう。こんな子が出てきます。なんだろうね。ちょっと待って、しっかり顔を見せて。こんな感じ。でかいね。むちゃくちゃでかい。なんかロボのような、若干女の子のような、そういうモッドです。実際のところこれはね、ゴーレムキットなのよ。なので強さはゴーレムと一緒なんだけども、ゴーレムよりもでかいよね。当たり判定とかがでかかったりするのかな。おそらくこれ、エンチャントの書を使うと、めちゃくちゃでかくならない？ならんか？なる！めちゃくちゃでかくなるじゃん。まあ、とりあえず、普通のゴーレムですけども、これでクエスト一度行ってみましょう。では、行きますね。どんな風に攻撃するんだろう。まあまあ、ゴーレムと一緒でこう、殴るだけでしょ。どうせ殴るんでしょ。いけ！やっぱ殴るんかい！でも当たり判定とかはなんかゴーレムとほぼ変わりはなさそうだけどね。ゴーレムとまあ大差はないでしょう。でもなんか攻撃速度がなんか変な感じだぞ。いけ。普通には戦っていけるのかお前は。あ、まあ俺が攻撃でね、サポートしていけばなんとかいけますわ。エンチャントが効けばね、結構強いので。オッケーオッケー、いける。たまにこうやって動かなくなることはあるけども。よーし、いいぞ、行くぞ、ストライダーちゃん。では、ボスはダブルストライダーちゃんで行ってみましょう。行け！いや、大した強さはない。あ、でも、なんか耐久力、あるくない？耐久力そこそこだよ。じゃあ俺の攻撃の方が断然効く。これやられた時どんな風になるんだろう。やられた時どんな風に散っていくんでしょうか。あ、やばい、そろそろストライダーちゃんがやられそう。ギャー吹っ飛んだ。やっぱりバラバラになる。やっぱりバラバラになる。ストライダーちゃんロボだった。ロボだよあの子は。よし、あとは痛みで倒しちゃいましょう。やっぱドラがないとね、ちょっとダメージはあんま出せないね。ドラがあると結構出るんだけど。はい、ということで今日はこれストライダーちゃん使ってみました。まあ、なんだろうね。女の子女の子なのか、ロボなのか、よくわからないキャラクターだね。なんかに出てくるのかな、これ。ちょっと俺は知らないんだけども、もしかしたら何かのキャラクターなのかもしれません。はい、今日はストライダーちゃんモッド使ってみました。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。